じゃあ2日目です。2日目はですね、昨日流したガナッシュに、プレコート、両面チョコレートを塗ってギッターでカットしてバラす作業になります。昨日のものをちょっと取っていきます。ガナッシュを流す、注意点は、出来上がったガナッシュの温度が高すぎると、温度差が生じます。で、温度差が生じるってことはどうなるかというと、水滴がつきます。見えない部分で、ですので水滴がついた場合、どうなるかというと、チョコレートの砂糖に含まれている砂糖が、水分を吸収してしまって、ブルーム、シュガーブルームというものが起きます。まあ、これも目に見えない部分、空気中には水分があるのでどうしても結着しちゃうんですけど、それが最小限に抑えるために、温度調整をして、33度前後ですね、こちらで流すということをします。一回砂糖がついてしまうとざらつく原因になります。24時間、休ませる理由としては、温度が24時間以下ですと、チョコレートの中のカカオバターが、バラバラすぎるので、24時間は、置いて、配列を整える理由があります。それでは、プレコートをしてギターでカットをしていきます。テンパリングを取ったショコラ、こちらをちょっとテンパリングを取ってしっかり、温度調整はしてるんですけど、プレコートするときは、持つ時間もありますし、ガナッシュが少し冷えていることもあるので、少し飽和気味で作業します。で、底の方が少し厚めにして、上の方を少し薄くするような感じです。ではやっていきます。はい、ショコラが、固まったので、こちらに移動して、ギッターで切っていきます。このまま移動して、ここで剥がします。さっきより薄めに、かすれるぐらいで大丈夫です。で、できるだけ固まる前に、カットしていきます。まずこっち側に寄せて方向を変えます。ここにショコラがついているので、はい、落として、で90度変えて、
で先ほどと同じようにプレコートするときは、まあ、固まってしまうと断面が汚くなっちゃうので急いで作業してください。で室温も寒すぎるとショコラが固まってしまうので室温も重要になっています。だいたい今20度ぐらいになっています。板でカットしたら、バラバラにからバラバラにしていきます。でガナッシュが少し柔らかいので、少し、18度ぐらいの冷蔵庫の中で1回休ませてから、こういうふうにバラバラにした方が綺麗に並べることができます。まあ無理してやると綺麗にできなくなるので、無理しないようにしてください。このように間隔を空けて、ショコラ一粒一粒間隔を空けて乾かして、また1日、乾かします。で次の日にエンロビングするような感じです。2日目の作業はこれで終了です。チョコレートのテンパリングに関しては、うちは手で取ったりはしないで、実際エンローバーを使って自動テンパリングして作業を行っています。もちろん45度から50度ぐらいノアルに関しては、24時間以上コーチングというか攪拌して、それを使って温度を次は25度まで下げて、自動的に32度まで上がるようなでテンパリングを取っています。で作業温度に関しても、寒すぎると、ショコラにとってすぐ固まってくすんでしまうので作業温度はだいたい20度から23度にしています。で保管温度は18度から15度から18度ぐらいで、保管しています。なのでこのガナッシュに関しても、これから、18度の冷蔵庫の方に、入れて明日エンロビングという感じ。はい、以上です。まずはショコラの、コーティングの、作業する前に調整を行います。かかり具合だったり出具合だったりとかを調整します。じゃあお願いします。ショコラの中を通って風でブロワーで落として、でこちらで出てきます。その時に厚みだったり、下の跳ね具合だったりを調整してベストな状態で調整して転写シートを貼っていきます。スタッフの井貝さんです。チョコ部屋どうですか？チョコ部屋楽しいです。はい、チョコ部屋です。チョコ部屋の多田さんです。こんにちは。チョコ部屋どうですか？楽しいです。それでは流していきます。
転写シートを貼って、そこから18度ぐらいの温度帯のところで、24時間、固めていきます。で、次の日に転写シートを剥がして、検品作業を行います。はい、4日目ですね。昨日エンドウォーミングしたボンボーショコラの、転写シート部分を剥がして、検品して、終了となります。はい、剥がします。テンパリングがずれてたりすると、転写がうまくされないっていうのと、しっかり結晶が配列がしっかりしてないとこういうツヤは生まれません。お菓子作りは、チョコレートに限ったことではなく、素材の特性をですね、理解する必要があります。特にチョコレートはとても繊細で難しいです。ただ難しいんですけど、それが面白いところの素材だと思います。皆さんも、学校だったり実習先だったりとかで大変なことはあると思いますけど、まずは楽しみながら、お菓子の深い世界まで行けるように、頑張ってください。はい、ご視聴ありがとうございました。ショコラティエマサール販売部の阿部と申します。私たち販売部は高級感品のある親しみやすい笑顔でお客様をお迎えするということをモットーに日々店頭に立っております。商品の販売だけではなく、一人一人に合ったサービスの提供やお客様との会話を大事にする楽しむという接客を一番大事にしております。興味がありましたらぜひ販売部にお待ちしております。皆さんこんにちは。はじめまして、私はショコラティエマサールの代表の古谷と申します。当店はただいま、札幌に3店舗、新千歳空港に2店舗で、運営をしております。当店の、経営理念はショコラを通じて世の中に感動を提供するというものです。社員みんなでですね、この理念を実現すべく頑張って毎日お菓子作りをしておりますので、もしチョコレート作りにねご興味あるという方がいらっしゃいましたら、ぜひ、我々と一緒に、働きましょう。それでは、学校の授業や、就職活動、皆さん頑張ってください。